スモパリーのわさやチリ、皆さんこんにちは、チリです。今日はマレーシアに留学してた時に、まあなんか出会ったお友達とか友達の作り方について今日はお話ししようと思います。まあ正直私マレーシアに留学してた時、友達作りあんまり困らなかったっていうか、正直困ることなく私は2年間終えてしまったので、なんかためになる話って何かできるかなって思ったんですけど、なんかただ友達ができただけじゃなくて、こう友達の関係をこう続かせるためのなんかアドバイスみたいなのは、あ、一つだけこれできるなって思った話もあったので、ちょっとその話をしようと思います。まず私の友達は、あのコタキナバルってで私はまあ留学してたんですけど、まあ、コタキナバルの場合だと、なんかチャイニーズとか少数民族のドゥスンとかカタザンっていう方々がいるんですけど、まあ、そういう方々の人口がすごい多いところだし、私の学校は中華系の子が学校にたくさんいたので、あの主になんかやっぱり中華系のお友達が学校はすごい多かったですね。でそれで私はあの友達の一人にムスリムの子がいたので、あのムスリムのお友達もできました。であと、まあ、ちょっと日本の方とのご縁もあって、少数民族 のルーツのある方とも仲良くしてました。なんかね、こんだけ言うと誰とでも友達になれるっていう風に勘違いされる、なんて言えばいいんだろう、あ、この動画の人すごい人なんだって思われてたら、まあ、ちょっと嬉しいんですけど、そんなことないか。あ、でもサバ州の場合は、まあ、なんか民族がすごい混ざり合ってたり、お互いの交流っていうものもすごい盛んなところなので、あの友達は本当に作りやすいと思うし、なんかこう語学力とか関係なく、なんかみんなすごいフレンドリーにしてくれるので、なんかこう友達作りは日本で行った時と同じように、なんか友達とのコミュニケーションを大切にするとか、まあ、なんか本当挨拶するとか、例えばまあマレーシアって私スラモパリーってここでは挨拶してますけど、あのマレーシアだと Hey! Hello! とか、あとムスリムの方だとアサラマワイコーンとかって声をかけてることが多かったので、まあ、何気ない挨拶をまずはして、なんかちょっとしたコミュニケーションを、ちょ忙しい時間かもしれないけどちゃんと挨拶をするとか、あとまあ Thank you、 トレマカシー、シュシュニーとか、まあ、ありがとうって言葉をちゃんと言う、これが私はあの友達との関係をなんか良くするために必要なことのうちの一つかなって思いました。なので私はあのできるだけ友達との関係がレベルとか仲の良さとか関係なく、私はできるだけ、まあ、ハローとかセンキューとか言うようにはしていました。でもう一つは、あのいくらね、こう私がなんかこう大切にされてたり、あとね、なんかこう無言の人間でいると絶対これ友達の関係続かないだろうなっていうのを思ったんですね。やっぱりコタキナバルってすごいこう友達とのコミュニケーションも大切にするし、やっぱりこうセンキューやノーとかイエスぐらいしかこう喋れない人って思われたら、あ、ちょっとこれは将来的にはまずくなるんだろうなって思っていたので、私は本当拙い英語とかマレー語とか中国語で、あのできるだけその子たちが話せる言葉で私は適当に何かを話したり、あのコミュニケーションを取るようにあのしていました。やっぱりね、まあ、私はイエスとノーだけを言わないように2年間過ごしていたつもりなので、イエスとノーしか言わなかったらどうなるかっていう実験は怖くてさすがにできなかったんですけど、でもね、やっぱりちゃんと自分の言葉で、あ、なんかこれが面白かったとか、ちゃんと発言をした方が、あのこういう関係っていうのは、あ、続きやすいんだなっていうのを今回気づきました。なので私はこの留学中ですね、あのすごいね、なんか私的には話したいなって思ったことは話したつもりだし、なんか面白い単語とかを知った時は面白い単語とか言ったつもりなので、うん、あのすごいなんかこう友達とも2年間、まあ、ちょっとねコロナで会えなかった時期とかっていうのは長く続いた時はありましたけど、でも今でも日本帰った今でも友達と連絡したりとか仲良くさせてもらっています。はい。それでまあなんか私がね印象に残る友達とかも
いるんだけど、まあちょっとね、一人だけ、まあいろいろ、まあ本当は自慢したい友達いっぱいいるんだけど、まあなんかの機会があったらお話ししますね。私がね、まあ、一番仲良くなった友達って私の数少ない同い年のイスラム教徒のお友達の子なんだけど、なんか彼女はすごい日本が大好きで、柴犬とかアイドルとか、あとマレーシアにはない職業の方々とか、そういうのにすごい興味があるみたいで、なんかこう日本ってこういう国なんでしょうとか、日本に行ったら柴犬触りたいとか、よくそういう話をねしてくれて、日本に帰った今でも私が面白い何かを見つけたら写真撮ったりとか、そういう風にして今でも仲良くしています。でマレーシアにいた時は私がこう悩んだり怒っちゃった時とかも、まあなんかすごい見守ってくれたし、なんかイスラムに関するわからないこととかいろんなことを教えてくれて、なんかこう友達と話すだけですごい深みも増すし、なんかちゃんとジョークとか面白いことも話せるし、私はジョークとかなんか面白いことを話す人がすごい好きなので、あ、なんか私のベストフレンドってこう死ぬまで言える友達と会えたのって本当に心強いなと思ったし、コタキナバル、まあいろいろあった時期もあったけど、でも本当に友達に助けてもらったので私はすごい幸せ者だなって思いました。ね、私は日本に帰ってきちゃったけど、なんかもし友達がね日本に留学する機会があったら、私は次はお母さん役としてその子をね、まあこうなんかこううざがられない程度に、なんかママみたいな存在になりたいなって思いました。もう友達を超えて家族ママみたいな存在になったら面白いような気がするので、なんか本当に釣り合う時も楽しみだし、なんだろう、もう半年間、もう帰国して半年ぐらい経ったのでもう半年間会えてないのが信じられないんだけど、いや本当になんか面白い友達に会えたなって思いました。なんか彼女とのエピソードってまだまだいっぱいあるにはあるんですけど、まあそれは私たちの身の中に秘めておくことにしようかなって思います。ということで、マレーシアにこれから留学する皆さん、ぜひマレーシアの一生心に残る友達っていうものを何人も作ってください。私は本当に心に残ったり、あとの胸の中にずっとね、なんかこう秘める思い出もいっぱいできたのって、そうやってマレーシアで出会った友達のおかげだと思うので、私はすごい嬉しいなと思いました。やっぱりこういう関係が今でも続くっていうのもすごい、これは最強だなって思いました。ということで、今日の、動画はこれでおしまいにしようと思います。皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらいいねと、マレーシア留学のことの発信についてどんどんこれからも聞きたいなと思いましたら、チャンネル登録もぜひしてください。これからも日本から、マレーシアに行った時の、留学の経験の話をしていきたいなと思います。ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。チュッパラリー。